どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JAL さんからこちらが届きました、JMB ダイヤモンドサファイア事務局さんから、封筒が届きましたということで、本日はですねこちらの開封と、まあ一応ですね JGC 修行ね完了いたしましたので、今回ね私が JGC 修行ねかかった費用とかね、まあルートに関してはまあ動画も出ておりますのでね、まあわかるかななんて思うんですけども、一応ね価格と、フライオンポイントね単価とかもね話していきたいなと思います。ということで、まずですねこちらの封筒が結構前にね届きました。はい、こんな感じで、はい、届いておりました。JAL のね、マークが入って、ワンワールドでサファイアっていうね、記載がありますね。ということで、これ、開けていきましょう。はい。で、私の動画でね、多分言ってると思うんですけど、JAL に関しては、ステータスカードを送ってこないんですよね。はい。で、申請、まあ、希望者にだけね、送付するみたいな、そんな感じになっておりますので、希望ね、される方は、ぜひね、申請してください。ちょっとね、申請方法もね、後で解説しようと思います。ということで、開けました。中に、こんな感じで、入っております。こっちからかな？はい。まず、お客様各位ということで、フライオンプログラム、JMB サファイアのご案内ということで、まあ、JMB サファイアね、JAL マイレージバンクサファイアね、達成しましたということで、はい。こんな感じの紙ペラがね、来ております。で、これですね、JAL グローバルクラブ入会会員用の冊子です。こちらが入っておりまして、はい、これですね、はい。JAL グローバルクラブの入会申込書、こちらが来ていると。で、これが複写式になっておりまして、まあこれをね、記載して、変装するみたいなね、まあそんな感じになっておりますね。そうすると、JGC のね、カードが届くっていった形になります。ですんで、まだ私はね、JGC カードをね、もらってない状態なんですよね。はい。で、これに返信用の封筒がついてまして、あとね、住所とかの紙が入っている。まあそんな感じになっております。まあ内容品はこんな感じになっておりまして、で、この紙にもね、やはり書いてあって、ウェブアプリからね、ステータスのね、提示が、まあ可能ということで、プラスチックカードは送ってませんので、希望者の方は発行ページで、申し込みくださいということで、はい、記載があります。で、まあこれはいいかな。はい、年会費とかはね、この申し込み書にもね、書いてあります。で、これですよね。JAL グローバルクラブ入会申し込み書ということで、これにね、ステータス特典とか書いてあるのかな？はい、書いてありますね。まあ一応読み上げておきましょうかね。そうですね。まず、ノベルティを用意しておりますということで、バゲージタグね、いただけます。こんな感じのね、バゲージタグがもらえます。まあ、これはね、知ってる方多いと思いますけども。はい、こんな感じのね、タグがもらえると。これはちょっと欲しいですね。あと、ボーナスマイルということで、通常より多いね、ボーナスマイルがもらえたり、JGC 会員のね、専用のデスクであったり、予約時の優先キャンセル待ち、前方指定サービス。あと、JAL グローバルクラブのエントランス。これがね、やっぱりいいですね。はい。やっぱり平会員だとですね、羽田空港とかで、優先チェックインがね、できないんで、それが結構痛いですよね。あと空港での空席待ち、空港での優先搭乗ですね。あと手荷物無料。これも大きかったですね。私の動画で、ね、ずっと見ていただいた方はね、わかると思うんですけども、シカゴから、ニューヨークに行って、ニューヨークから、ボストンに行って、ボストンからミュンヘンに飛んだんですけども、その間の、どこだったかな？シカゴからニューヨークだったと思うんですけども、あそこね、アメリカン航空で行ったんですよね。で、アメリカン航空って、で、国内線で、あれはブリティッシュアイウェイズのマイルで発見して、あの路線取ったんですけど、あそこね、手荷物有料だったんですよ。でね、1個30ドルだったかな。はい。ステータスを私は当時ね、持ってなかったんで、本当に何にも持ってなかったんですよ。だから、平会員の平だったんで、その30ドルね、預け荷物でね、お金がかかるっていうね、海外の国内線だと結構無料じゃないみたいなね、それも聞いてたんですけども、これ持ってればね、おそらく無料で利用できたと思いますんで、これはね、本当今後ね、活躍できるんじゃないかなと思います。あと、プライオリティバゲージサービスですね。到着時に早く荷物が出てきたり、ラウンジですね。これから JAL 桜ラウンジなんですね。自由に入ることができるっていった形になります。あとね、ホテル日光とか東京ホテルでのサービス。
等々がね、利用することができると。であとね、もう一個上の JGC プレミアムね、案内も一緒に書いてありますね。はい。まあ今のところはですね、この JGC プレミアまでは行こうとは思っておりません。まあこれ以外にはカードのあれですね、切り替え等々のね、案内が書いてありますんで、まあこれはね、人によって違うかななんていうふうに思うのと、まあ私はね、JGC に関してはね、一番安いやつにね、しようかなと思っておりますんで、はい、そんなところですかね。はい。まあこういったね、冊子が送られてきます。昔だったらですね、これと一緒に多分ね、ステータスカードも一緒に送られてきたと思うんですけども、まあ今はね、ステータスカードは希望者のみにね、配ってるっていった形になります。それでは次にですね、ステータスカードのね、申請していきたいなと思うんですけども、先ほども言いました通りですね、2021年以降だったと思うんですけども、ステータスカードはね、希望者のみということで、公式サイトからね、申請していただくと、もらえるっていった形になります。ですので、今年ね、JGC 修行ね、完了された方で、ステータスカードね、欲しいっていう方は、申し込みね、しておきましょう。で、個人的にはですね、国内で利用する場合に関しては、まあ、基本的にね、このステータスカードっていうのがなくても、アプリのね、ステータス提示していただければ、基本的にね、利用することができると思うんですけども、これね、海外の場合ですね、まあ、私はね、JAL ではまだ、JGC 取ってからね、海外まだ行っておりませんので、まだ利用してない部分ではあるんですけども、ANA の時のね、スタイランスゴールの時に、私はね、アプリのステータス一回提示して、ステータスカード見せろって言われたこと、他の航空会社でね、ありますので、まあそういうのをね、考えると、まあ国際線乗られる方であればですね、ステータスカードはね、持って行った方がね、いいのかななんていうふうに思いますので、まあ結局ね、現地でラウンジ使えるのにラウンジ使えないみたいなね、まあそんな状態になったら意味がありませんので、もしね今後海外で利用される方はですね、持っといた方がねいいのではないのかなと思います。それはね申請していきましょう。公式サイトね概要欄に載せておきます。で、申請のね公式サイトはこんな感じになっておりまして、ステータスカード発行の申し込みに関するご案内ということで、下の方にね行っていただくとステータスカードのお届けについてということで、申し込みはこちらっていうねボタンがあると思いますので、こちらをねクリックしてください。そうするとねログイン画面になりますんで、ログインしていただくとですね、お客様はお申し込み可能なステータスカードということで、まあこういった形でね、表示がされます。まあこれサファイアが表示されておりますけれども、まあクリスタルであればクリスタルみたいな感じで、今ね、利用できるステータスカードがね、表示される感じになります。で、その下の方にですね、申し込みはこちらっていうのがね、またあると思いますので、こちらね、クリックしていただくと、こういった感じでね、JMB サファイアのフライオンステータスカードの発行登録を承りましたということで、まあこれでね、発行完了っていった形になりますんで、まあちょっとね、どのぐらいで届く等々のね、記載はなかったと思うんですけれども、まあこういった感じでね、申し込むことができます。それでは次にですね、今回の JGC 修行のルートなんですけれども、まあルートはね、動画に出している通り、私はね、海外発見でやりましたので、スタートがまず、インドのね、デリーで出発っていった形になります。で、航空券に関しては投資で買っておりまして、インドのデリーから羽田空港で、ニューヨークの JFK。これで1路線で購入しております。で、帰りはですね、JFK から羽田を経由して、タイ・バンコク。これも、投資のね、チケットで購入しているっていった形になります。まあ、知ってる方も多いと思うんですけども、インドのデリーから羽田購入するより、デリーから羽田、それで、プラスしてニューヨークみたいな感じで、こういった感じでね、乗り継ぎチケットで購入すると、結構ね、安くね、購入することができるっていった形になりますんで、まあ、これもね、私が発見したのはかなり前なので、その当時はね、結構安かったんですよ、これも。なんですけど、今はね、結構高いです。まあ、燃油サーチャージ等々のね、問題もあるのかもしれないですけども、まあ、今はね、ちょっと購入できないぐらいね、高い運賃になってると思いますので、今から利用するっていうのはね、あんまり現実的じゃないと思うんですけども、当時ね、私が発見した時はですね、かなりね、安かったっていった形になります。価格についてなんですけども、まず、デリー、羽田、ニューヨーク、この投資のチケットで価格は、10万と3824円っていった形になります。
で、これで獲得できたフライオンポイントが、2倍込みで、25,014 フライオンポイントっていった形になりまして、フライオンポイントの単価は 4.1 円っていった形になります。で、まあ私が見つけた時はね、かなり安かったですね。で、次に、ニューヨークから羽田を経由してのタイ・バンコク。こちらが、獲得フライオンポイントが、22,854 フライオンポイントっていう風になっておりまして、あ、先ほどもね、今のも、どちらもね、今やっている、フライオンポイント2倍キャンペーンね、適用済みになっておりますんで、この点はご注意ください。で、価格がですね、192,292 円ということで、このね、帰りの便はね、結構高かったんですよね。はい。で、これもですね、まあ、実はっていうわけじゃないんですけども、ニューヨークから、東京乗り継ぎのこれバンコクにしましたけど、これね、インドのデリーにしたらもっと安かったんですよね。まあ、インドのデリーの方がね、まあ、安かったんですけども、まあ、一回行った場所にね、わざわざ行くのもね、あれだなと思って、タイバンコクとかね、クアラルンプールとかいろいろ検索して、確かね、タイバンコクが一番安かったんだと思いますけども、まあ、こういった感じでね、発見させていただきました。で、192,292円で、フライオンポイントの単価はね 8.4 円でね、利用することができたっていった形になります。で、これにプラスしてですね、初回搭乗ボーナスのフライオンポイント5000ポイントありますよね。まあ、これを足していただいて、合計ね 53,000 と、68フライオンポイントがね獲得することができたっていった形になります。ですので本当にね、インドのデリーから、ニューヨークに行って、ニューヨークから東京を経由してタイ・バンコクに行って、JGCC をね、達成したっていう風になりますんで、やはりね、搭乗回数はね、4回になるのか。はい、かなり少ないですよね。まあ、これでね、JGC 達成できたっていう風になりますんで、まあ、海外発見のね、まあ、楽なところはね、そんなに回数を乗らなくても、これね、JGCC をね、完了できるっていうのと、やはりね、今回2倍キャンペーンやっておりましたので、やっぱり破壊力としてはね、本当にすごいですよね。通常期であればですね、これもう一周しないと JGCC はね、まあ、完了できないっていう風になりますんで、2022年に関してはですね、今2倍キャンペーンやっておりますけども、まあ世界情勢とかね、この飛行機に乗る乗れないみたいなね、まあそういうのも考えて、これからね、もう2倍キャンペーンっていうのは多分今年で最後ではないのかななんていうふうに思いますので、まあこのチャンスでね、やっといてよかったなっていう感じですかね。で、フライオンポイントの全体の単価としては、価格が 296,000 と、116円っていうふうになりまして、フライオンポイントの単価が 5.57 円っていった形になります。まあこういった形でですね、今回ね、JGCC をね、やらせていただいたわけなんですけども、やはりね、海外発見であるね、修行っていうのはね、楽しいですね。まあ今回ね、改めて、やらせていただきましたけども、本当にね、海外発見の修行はね、ああ、これだっていう感じですよね。まあ本当はね、もっとね、エコノミークラスを乗ってやろうかなとかね、いろいろ思ったんですけども、まあちょっとね、動けなくなったりですね、体調が悪くなってもね、その後の旅程にね、支障が出るとね、あんまり意味がないので、今回ね、途中でビジネスクラスをね、結構入れさせていただきましたんで、体力的にはですね、かなりね、楽なね、JGC 収容になったわけなんですけども、やっぱりね、本当にフライオンポイント2倍キャンペーンってのはね、めちゃめちゃすごいですね。はい、ありがたくね、JGC ね、完了いたしましたので、今回ね、皆さんにそのご報告ということで、今回動画撮らせていただきました。まだね、JGC のカードがですね、届いておりませんので、またね、そちらも届きましたらですね、開封ね、やっていきたいなと思いますので、そちらもね、楽しみにしておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、公式 LINE アカウントも始めましたんで、ぜひね、登録ね、しといていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。